大隅グラスワンは日本の競争場。場名の由来は冠名に、父グラスワンダーの名前の一部を付加したもの。半金に重賞4勝を挙げた大隅春香がいる。主な勝倉に新潟大賞典。デビュー戦で勝利を挙げ、その後一戦した後長期休養に入る。休養明け3戦目で勝利を挙げるとその後は順調に勝利を重ね。 将来ステークスを勝利するまで8連続連帯を記録し、オープン入りを果たす。初の重賞挑戦となった中京記念で9着となり、連帯記録は途絶えたが、その2戦後、2回目の重賞挑戦となった新潟大賞展で重賞初勝利を挙げる。その後 GI の天皇賞挑戦を含め重賞を中心に出走したが2年近く勝利を挙げられず、 三着が精一杯という不調に陥る。しかし2008年に入って2戦目、川田賞宮城を安城に迎えた大阪城ステークスで久々の勝利を挙げると、マイラーズカップでは9着に敗れるも、続く、新潟大賞店では上がり3ハロン31秒9というタイムを記録して、重賞2勝目を挙げた。秋は GI に再挑戦したが、天皇賞では7着、続く、 ジャパンカップでも11着に敗れた。明け7歳となった2009年はまず連覇がかかった大阪城ステークスに出走、単勝1番人気に押されたが3着に終わった。続くマイラーズカップでは最後方から追い込むものの4着に敗れた。次に連覇をかけて新潟対賞店に1番人気で出走。道中は後方で待機し、最後の直線で、 馬バの外側から追い上げたが8入線にとどまり、さらに車高により、ハイアーゲームの走行を妨害したとして10着に、公着となった。結局これが最後のレースとなり、翌2010年3月10日付で、日本中央競馬会の競争馬登録を抹消され、引退した。引退後は、新潟競馬場において乗馬となり、2011年からは、当地で誘導馬を務めていた。 2014年に誘導馬を引退し、忍者ホースクラブで乗馬となった。2017年、ホーストラスト鹿児島に移動した。8位入選到着。ありがとうございます。